はい、今回はこちらですね、 CD、まあ、ただの CD ではなくて、あのクラブ任天堂時代にいただいた CD ですね。まあこのエリアに格納されていますけども、まあそれ以外のものも一部混ざっちゃったりしてますね。まあクラブ任天堂はね、現在のマイ任天堂のね、まあ前身にあたるサービスでした。まあその中からまあ交換できたものをですね、ちょっと軽く紹介しておこうと思います。まあかつてね、あの動画配信していた初期の頃は、あのクラブ任天堂のね、いただいたものもいくつか紹介していたんですが、ちょっと最近途絶え気味でしたね。このマークですね、マリオの帽子にクラブ任天堂と書いてあるロゴが目印になっています。結構ね、こういいサウンドをね、まあオリジナルサウンドトラックを提供してくれていました。まあ本来購入するとなると、まあ数千円するんじゃないかなというものなんですけど、こちらもそうなんですよね。まあスマブラです。 Wii U 版ですけども、まあ Wii U と 3DS 時代に登場したものになってます。あの2枚組ですね、レッド&ブルーってなってます。ここにはクラブ任天堂のロゴは入ってませんが、非売品となってますね。あ、ちゃんとなってますね。クラブ任天堂のロゴがあります。これ2枚組なんですよね。まあこの時代になると、まあなんていうのかな、単なるピコピコ音じゃないので、あの十分にね CD クオリティを堪能できたと思いますけど、まあこれがね、まあいただけちゃった時代なんですよね。まあ 3DS と Wii U 版になってます。まあそれのサントラですね。ではこいつまだ開けてないんですよ、ほら聞いてもない。こちらもクラブ任天堂になってます。スーパーマリオ 3D ワールドなんだけど、まあビッグバンドというものがありましたね。そんなバンドが演奏しているものです。こちらも2枚組、入ってる曲数もかなり多いですね。さてこちらがゼノブレードといきたいんですが、ちょっとこれはね後ほどやります。こちらもまだ開けてないや、クラブ任天堂なんですが、ゼルダですね、ゼルダ神々のトライフォース2になります。こちらもまあソフトを購入して、あのクラブ任天堂のね数字を入力すると勝手に送られてきたと思います。これはね交換したサービスですね、交換してもらったものです。結構ねクラブ任天堂末期の頃に出たやつかなと思いますけど、まあエンディングとねスタッフロールのサウンドを集めたものになってます。まあ結構古くはファミコンから、新しくは Wii U とかね、その辺までのものを集めています。どうでしょう、まあ、なかなかエンディングまでたどり着かなくなっちゃった自分としては、こういうのを聞いてね、ああそうだったんだとしみじみと思っていました。特に晩年はね、あんまりクリアできなくなってきちゃって、エンディングまでたどり着きません。まあこんなブックレットも入ってますね。まあ任天堂ファンならばちょっとこう欲しくなってしまうアイテムに仕上がっています。こちらはね結構おすすめなんですよね。これピーチバージョンなんですが、任天堂サウンドセレクションボリューム1、こちらはねヒーリングミュージックかな、どちらかというと癒し系ですね。癒しがあるサウンドに仕上がってました。まあ流すわけにはいかないんでイメージなんですけど、それに対するこちらクッパと書いてありますけどもね、ラウドミュージック、どちらかというとこうパンチの効いたねサウンドに仕上がっています。まさにピーチのバージョンとはね対極になるサウンドですね。かなりズンズン低音を響かせていたと思います。まあこれ結構自分の中では好きなサントラですね。これはねクラブ任天堂と全然関係ないね、
ソフトを買うとついてたやつです、これはトアプリですね。トアプリ Wii U 版です。 HD エディションかな。よくよく考えるとね、このトワイライトプリンセスって GC、Wii、Wii U と3世代にわたってね、楽しめるタイトルになってます。まあそれの HD バージョンとサントラですね。そして意外や意外、箱ボーイですね。箱ボーイ、意外とこういうやつがねプレミア価格になったりするんですが、まあこれはちょっとよくわかんないんですけど、あ、ちなみにアミーボのね箱ボーイめちゃくちゃ高くなってましたね。さあちょっと置いてあるものを買いました。こちらはマリオギャラクシーですね。まあ本格的なサウンドトラックになってます。全28曲になってますね。そしてこちらはマリオギャラクシー2ですね。まあこちらも豊富に入ってます。まあ立派な、もう普通に市販してもいいぐらいなサントラになってます。もちろんクラブ任天堂ですね。ちょっと記憶が曖昧ですが、あのシリアルナンバーを登録するともらえました。交換したんだっけな、忘れちゃった。あ、これこれ、ゼノブレード、なんで2個あんだと思いますが、あのね、Wii 版を購入した時についていたサントラと、もう1個はね 3DS 版、ニュー 3DS 専用としてリリースされた時に出たやつでも確か CD がついてきました。懐かしい。ルイージの年なんてのありましたね。なんかザ・イヤー・オブ・ルイージサウンドセレクションだったね。なぜかルイージさんをお祝いしてました。まあ当然クラブ任天堂系なんで非売品なんですけど、まあサントラってね、販売してるやつもだいたい1回しか、なんつうのかな、作らないんですぐ高くなっちゃうんですよね。高価になっちゃう。こちら、ソーマブリンガー。ソーマブリンガー。これね、まあ、任天堂なんですけど、曲数少な。このゼノブレードとかを作ってきたね、モノリスソフトがね、作ったゲームボーイアドバンス専用ソフト、ソーマブリンガーです。まあ、そのサントラですね。これまたゼルダ。時のオカリナ 3D ですので、まあ、3DS のね、ソフトになりますが、こちらもサントラになってます。まあよくクラブ任天堂を経由してね、このようなものを出してましたね。まああんまりお店のね、CD 屋さんに並ばなくなっちゃったのかな、最近、その頃はね。最近またちょっとサントラがね、並び始めたかなと思いますけども、ちょうどゼルダ25周年になってます。なるほど。懐かしい。パルテナの鏡。ミュージックセレクションと。これは特にクラブ任天堂とは関係ある。ありましたね。クラブ任天堂でもらったのか。結構古いからね、忘れちゃいましたね。はい。こんなとこにもあるな。これは古い。ファイアーエンブレム、創炎の奇跡。これはね、クラブ任天堂じゃないね。多分、初回特典みたいな感じでついてきたやつだと思いますが、曲数も少ないな。やはりおまけって感じですね。全5曲です。他にこれもありますね。これなんていうのかな、烈火の剣？剣？結局漢字しか書いてないんで、わかんないんだけど。烈火の剣。あれ？これカレンダーやん。これカレンダー。CD じゃない。CD これだ。烈火の剣。こちらもね、クラブ任天堂関係ないですね。このように。ただ、ソフトにね、初回特典で付いていた CD だと思います。次何かな？お、これは、これもそうだな。スペシャルディスク。テイルズ・オブ・シンフォニア、ゲームキューブで出たやつですね。ピクチャーディスクになってます。これもまあ初回特典なかなんかだったかな。これね、よく聞いてますよ、まだ。
非常によくできたサントラ、マリオカート8。まあ、クラブ任天堂に登録するとね、もらえるんですが、まあ、なんとかジャズバンドみたいな感じで演奏してるんですけど、非常にクオリティが高いんじゃないかなと思います。いや、このね、サントラ、もらえちゃったっていうのがね、またすごいよね。カービィですね、カービィ。カービィ。カービィ52ヒッツトラックス。ベリーベストオブカービィだって。すごそうですね。開けてないや、まだ。曲目もこんなにあります。これは何をどうしてもらったんだっけな。クラブ任天堂のロゴが見当たらないけどね。何らかのカービィを買った時かな。これはなんだ、ファイヤーエンブレムのロゴからして覚醒かな。覚醒です。これもクラブ任天堂だ。クラブ任天堂非売品。ちょっとな、記憶が抜けちゃってんだけど。まあ、クラブ任天堂経由でもらったやつでしょうね。ドンキー、これはね、なんか覚えてますね。まだ開けてないけど。開けてないんだけど、覚えてます。交換した。一回ね、これもう終わっちゃうともう手に入んないからね、やっぱりその時頑張って交換した記憶がありますよ、CD とかね。これはね、多分、あれだ、付属してたやつ。The Last Story。残念ながら Final Fantasy にはなれなかったですね。似たような感じだったんですが。サントラと、あとはイラストレーションズと書いてありますね。ちょっと開けてみようかな。開けたことはないのかな。ちょっと、どうだか覚えてませんが。おぉ、サントラ。なんでしょうね。プレイはしたんですけど、なんか難しくてね。むずくて。途中でやめちゃったんですけど。まあ、このサントラが手に入ったということで、よしとしようかと。こちらがイラストレーションズ。あんまりまじまじと見せちゃうのはまずいらしいんでね。パラッと。こんな感じのがついてますね。まあこんな感じでね、クラブ任天堂およびあとは初回特典かなんかでついていた CD をね、集めてきました。市販されていないものだけを今回集めてきましたけども、まだあったような気もするんですが、ちょっとね散らかっちゃってるんでね。まあこんな感じのがあったなぁと。まあ今日ね、整理整頓しながら眺めていました。まあ、もしね、オークションとかそういうやつでね、購入したいと思った時の多少なりのね、参考になればいいと思いますけども、あんまりならなかったかな。うん。ではまた。